こんばんは、しげるです。今日は、10月の8日木曜日ですね。今日はここどこか分かりますか？今私がいるのはですね、羽田空港がよく見える京浜島の確か翼公園という名前のところでしたね。今日もね、雨ということでなんだかなっていうね、まあでも大丈夫だよ。大丈夫大丈夫大丈夫。まあこんな日はね、ゆっくりリラックスがいいのかなって思ってます。夜の空港でね、着陸する飛行機見たり離陸する飛行機見たりね、大丈夫。大丈夫だ。大丈夫。明日一日頑張ればもう土曜日か。だいぶね、気持ち的にはね、解放に向かってるよね。しかし思いのほかこう空港って動きがないんだよね。なんかもうちょっと待機してる飛行機がね、動き出したりとかするのかなと思ったけど、特にね、せっかくだからちょっとカメラの方に向かってね、離陸とかしてくれないの？まあ羽田空港もね、大きいしね、滑走路3本とか4本とかあるでしょ多分。ちょっと待って、1台飛んでくよ。見えないと思うけど、このね、今左の方ピカピカしながら、
ちょっと角度違いましたね。飛行機見るとあれだね、でも飛行機乗りたくなるね。飛行機乗ろうぜ、どっか行こうぜ、おいみんなで出す、もう俺が全部出す、出す、行こう、もう飛行機みんなで乗ってどっか行こうよ。ちょっと大丈夫大丈夫大丈夫、全部俺が出す、全部出す、大丈夫。本当にどこ行きたいの、みんなは。君はどこ行きたいんだ。僕はね、海外行きたいよ、早く。海外行きたいね。本当に行きたい。まあ、国内はね、もう別に飛行機じゃなくても行けるけども、まあ、沖縄とかはね、飛行機が便利だけどね。いや、海外行きたいな。香港行きたいな。香港とね、マカオとかね、好きだな、あの街は。まあ行ったことないところもね、行ってみたいけど、なんかね、アメリカも行きたいな、大好きだし。なんかね、グランドキャニオンとかね、セドナとかね、ニューヨークとか、ね、ラスベガスとか、ね、全部もう全部回りたいよね。あとなんかね、いろんなね、映画のロケ地とかね、そういうミーハーなこともしたいよね。ここいいよ、なんかいいね、翼公園。まあ、ここはもう完全に僕は今あの路駐状態なんですけど、もうこの時間はもう、まあ同じようにね、なんか車止めてる人たちはいっぱいいますけど、そんなに車も通らないし、別に降りてね、もっと空港側にね、ちょっと下ってもっと海のすぐ横まで行けたりするんでね、なんかお散歩がてらでもいいしね、夜の散歩でもね、いいんじゃないですか。京浜島、翼公園、まあ一台ね、遠い向こう側からね、飛行機がね、着陸してきてるんですけどね、まあカメラではね、うっすらとしか映ってないんでね、何にもあれですけど、まあ、空港のね、話ばっかしててもあれですけどね、飛行機の話。まあね、でもね、俺はね、みんなをね、連れて行きたいよ。行きたいところに。あなたの行きたいところに行きたい、俺も。大丈夫。あ、また飛行機、いつの間にか飛んでったわ。角度が違うな、おい。そっちか。ちょっと移動する？別のか。いや、本当にね、大丈夫だから。大丈夫、大丈夫。本当に大丈夫だ。本当にね、大丈夫。絶対大丈夫。大丈夫。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫だから。ちょっとワクワクね、することを考えてさ、
ワクワクして、ワクワクする夢を見て、ワクワクすることを実行して、ワクワクが必要だよね。本当に大丈夫。まあね、あんまり長くなってもあれだから、あれだか、もう今日はバイバイしましょうかね。すいませんね、せっかく空港来たのになんか飛行機いまいち取れなくて。まあこんなもんですよ、夜の羽田空港。またなんかね、天気がいい時間とかね、あ違う、天気がいい日とかね、飛行機がいっぱいこう飛び交ってる時間帯とかにね、調べてくるのも面白いかもしれない。本当に飛行機ってね、なかなか近くで見ることないから、まあ、もちろん空港でね見るっていうのも一番いいかもしれないけど、ちょっと一人になりたいとかね、そういう時はいいかもしれないね、うん、よし、じゃあまた明日また会おうね、みんな大丈夫だからね、本当に本当大丈夫だから、うん、じゃあね、おやすみ、バイバイ。